キノコはどういう関係?ラッキーフードのキノコ。マコールの近くの村の特産品が。にゃんにゃかにゃーんと。キノコの家ね、これが。なるほど。マコールにキノコ。大丈夫かそれ。
召喚獣のデータを抽出できました。ありがとうございます。
グランドさん、砂漠にある小型マコーロにて
エンシェントマターの反応を観測しました。位置データをお送りしましたので。了解。あらら、砂嵐の影響かな。位置データは届いた？ああ。あれは砂嵐か。求めているものは我のものである。手出し無用。早々に立ち去るがよい。エンシェントマターのこと言ってんの？エンシェントマター。そんな奇怪な名前ではないわ。よく聞け。あれこそは我が伝説の武具ゲーダ、おい力が足りぬ、問題ない。それよりさっきのは何だ？はい、詳しくは解析中ですが、先ほど出現した砂の巨人からエンシェントマターに似た反応を検出しました。関連は不明ながら、あの巨人もエンシェントマターを狙っているようです。面倒だな。またどこで現れるか分かりません。くれぐれも気をつけてください。見ろ。どこだ？どこに隠した？あいつもまだ見つけられてないみたい。先に手に入れよう。エンシェントマターに接近しています。この先に小型魔鋼炉があるはずなのですが、もしかしてあれ？形状の変容を確認。神羅以外の何者かによって増築された形跡があります。何が待ち受けているか分かりません。慎重に調査をお願いします。モンスターの巣、あるいは砦といったところか。絶対開かないって感じだね。スキャンを実行。シンナがデータベースにヒット。覇王文書という古文書に記載された文様との類似を確認。解読を試みます。なるほど、
クラウドさん、この扉を解放するには砂漠に点在するサボテン岩を見つけ出す必要があるようです。サボテン岩？砂漠人望で採取されるサボテンに似た鉱石です。クラウドさんがこの扉に触れたことで鍵となるサボテン岩が緑色に輝いているはずです。それと近くにサボテンの形をした像がありませんか？お、それです。その像を掲げると扉の鍵となるサボテン岩まで皆さんを導いてくれるようです。何やら試されているようだな。よろしくお願いします。
っちで行くよ。当たる。ここまでどうってことない。
ましょうか。落ちろ。死ぬ。一気に叩き込む。死ね。ここまで。まだまだ枯れそう。ここか。皆様ファイト。よいしょ。
今がチャンスだ。下がって行く。隙を突く。問題ない。刻む。フォローを頼む。さあ行くよ。知らず。ごめんやで。行くよ。この。邪魔だ。俺俺。どこだ。行こう。私に任せて。
放置しておくと
さらに砂漠化が進み、村ごと砂に飲み込まれてしまうかもしれません。今のうちにチップの回収をお願いします。
モンスターがいるんとちゃいます？スペンさん、異常種を確認しました。これよりライドを開始します。砂漠を泳いで移動するスペンさんはラタッではモンスターを何の人に飲み込んで引っ張ることで栄養を手に入れます。しばらく飲みかける。体内に引き込んだ砂をそのまま次の餌を取るため攻撃手段として活用します。連携しよう。さあ行くよ。調子に乗るな。独房のように
兄弟。クラウドさん、解析ポイントが随分と溜まっていますね。マテリアの開発を進めてみてはいかがでしょう。Thank you.
やるぞ。ここでやりましょう。やったな。やっ。いっちゃ。当てる。それ。
を立て直す。終わらせよう。まだまだやれそう。皆さんのバトルデータが着実に集まってきました。また何かお困りのことがありましたら、いつでも声をかけてくださいね。
言ってんだろう、わかる？サボテンダーは代々エンシェントマターを砂漠の秘宝として守ってきたらしい。正当な持ち主が現れるまで秘宝を守ることが自分たちの使命だと言っている。正当な持ち主？そういう神話が語り継がれているようだ。サボテンダーの神話？本当にそんなのあんの？俺たちの物語をバカにしないでくれるかい？おっと、慌てない慌てない。俺はキッド・ジー、ゴブリン一族の末裔だ。今は古の盟約に基づきサボテンダーたちを指揮している。しゃべる、はあ、伝えたい思いがあれば言葉ぐらい獲得するさ。モンスターが喋らないなんて人間の先入観だね。ふん、一芸。サボテンダーの聖典、覇王文書の一節。砂漠の秘宝を求めし者に試練を与えん。あんたたちが秘宝の持ち主にふさわしいかじっくり見せてもらおうか。ふん、なになになに？これは試練だ。制限時間内にサボテンダーを倒して力を証明してくれ。じゃあ、あんたが挑戦者ってことでいいかい？え？私？Shoot! Shoot! 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 Sho
エンシェントマターを渡してもらおうか。随分と変わった名前で呼んでるんだね。もちろん約束は守るさ。ほら、それが砂漠の秘宝のかけらさ。かけら？どういうこと？秘宝はいくつかのパーツに分けてそれぞれ砦に隠してあるのさ。つまり試練はまだまだあるってこと。それじゃあ次の砦で待ってるよ。クラウドさん、興味深い事態になりましたね。秘宝を守るサボテンダー軍団、それを指揮する知的なゴムリ、砂漠に現れた謎の巨人サボテンダーの聖典覇王文書、僕の体温上昇を検知。僕は今興奮しています。早速エンシェントマター、いや砂漠の秘宝の反応を観測しました。2号魔航路へ向かってください。ねえ、小型魔航路っていくつもあるの？はい、砂漠にはボールト操作へ電力を供給するために建設された小型魔航路が複数機存在しています。現在は土地が枯れて砂漠化が進行しないよう稼働機と休眠機を順番に回すことで延命を図っているようです。キラキラの代償が熱々のカサカサと。その魔航路も今は秘宝を守る砦です。サボテンダーたちの建築技術は素晴らしいですね。砂にサボテンエキスを乗せて固めたようですが、耐久性は神羅星よりも優れているかもしれません。猫の手私に任せろ。さあ
Thank you.
戦闘だ。やってみるか。ううん、クラウドの方が得意だと思う、こういうの。うそな、って無理に動くな、痛めるぞ。経験者は語るか。魔航路へ戻るぞ。トンベリキングの王冠は盗めるらしいんですよ。これいつまでも待ってますから、忘れちゃうと絡みちゃいますから。
ときたね。それじゃあ早速第二の試練と行こうか。何度やっても同じだ。じゃあこういうのはどう？でっか！それじゃあ今度は。はいはい、私やってみたい。オーケー、では力を見せてもらおうか。甘く見てたよ。ただの盗賊じゃなかったわけだ。じゃん。これで終わりか。まさか。秘宝のかけらはあと2つ。これからが本番さ。あーでもそうだな、ちょっと試練を手こ入れする時間が欲しいな。ここら辺で一旦休戦しようか。というわけで試練の準備が整ったら知らせるから連絡先を交換してよ。はあ？
クラウドさん、ここは従った方が賢明かと。うん、ありがとう。それじゃ、連絡が来るのを楽しみにしてて。秘宝探しは中断か？今のところ、こちらからは打つ手がありません。おとなしく連絡が来るのを待ちましょう。黙るから好きなだけ想像して。
クラウドさん、マイは適当なことを言っているだけなんで気にしないでくださいね。マスターは30点です。な、評価基準の開示を求めます。って、こんな話をしている場合じゃなかった。新たなコンバットコースができましたので、また挑戦してみてくださいね。
初代店長のモグとマグの馴れ初めを教えてあげるクポ。大きくなってもお空を飛べなかったモグはそれでも諦めずに飛ぶ練習をしてたのクポ。すると頑張るモグの姿を見たマグが応援してくれるようになったのクポ。二人は徐々に惹かれ合っていき、そしてその後はご想像に任せるクポ。モーグリショップにようこそクポ。よし、ここ頭だ当たる。やっよ
その隙に。倒してくれたんですか。さすが俺たちの兄貴だ。それで王冠は？トンベリキングの王冠は盗めるらしいんですよ。上物期待してます。ん？これは？もう兄貴ったらまたまたご冗談を。伝説の王冠はもっと綺麗でゴージャスなはずです。兄貴、本当にこの傷だらけの王冠で合ってます？くー、兄貴じらしますね。なるほど、お預けっすね。了解です。終わりだが今だ。
やってやる。連携しよう。切り抜けてみせる。行く。
キングを倒してくれ。それで王冠は？うわあ！これが伝説の王冠！なんて神々しいんだ。そこそこ大変だったんだから感謝してよね。そりゃもうシーサイドジョニーのシンボルにします。こうしちゃいられない。早く帰って俺に知らせないと。それじゃあ俺は先に戻りますね。時間があるときにうちに寄ってください。俺が報酬を用意してると思うんで。こちらにご案内しましょう。着きました。俺たちが全員帰ってきました。いろいろと助けてもらったみたいでありがとうございます。で、どうする？忍術解いちゃう？いや、ちょっとタンマ、リフォームはこれからが本番なんで、もうちょっと働いてもらいます。シーサイドジョニーは自分の手だけで生まれ変わらせたいんで。なあ、お前ら。おー！というわけでババーンとコスタで一番の、いや、世界一のホテルにリフォームしちゃいますんで、しばしお待ちを。ニューシーサイドジョニーへようこそ。わあ、兄貴、どうすか？見違えた。兄貴たちに助けてもらったおかげです。そうそう、私の忍術のおかげなんだから感謝してよね。お前たちもありがとな。水くせえな。俺たちの仲だろな。シーサイドジョニーは俺たち全員の家だ。当然さ、お前こそこんな俺たちをまとめてくれてありがとな。俺たちはお前が誇らしいよ。これからもジョニー軍団、力を合わせて頑張っていこうな。いや、それなんだけど、ニューシーサイドジョニーも完成したし、俺たちそろそろ消えるわ。え？ジョニー、あとは任せた。ジョニー、お前なら一人でも大丈夫さ。ジョニー、じゃあな、ジョニー。最初は口々にわめいてうるさいだけだったのに、いつしかあいつらの声に勇気づけられている俺がいて、くそ、
胸にぽっかり穴が開いちまったみたいだ。文学的になってる場合か。兄貴、勝負はこれからだ。ですよね。みんなで作ったこのニューシーサイドジョニー、あいつらの分まで俺が盛り上げていかないと。うおー、燃えてきたぜ。お前は一人で十分だ。ありがとうございます。あ、そうだ、兄貴のコレクションを飾れるようにしたんです。もし世界の珍品名品が手に入ったら声かけてください。飾らせてもらう代わりに報酬も弾みますんで。シーサイドジョニーはこれからホテル界のてっぺん目指して頑張ります。いついかなる時でも極上のおもてなしでお客様のお帰りをお待ちしています。コスタにお越しの際はぜひシーサイドジョニーをご利用ください。あ、早速何か飾られますか。見違えたな、立派になったもんだ。マテリア一丁。おっさん、はい、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。コスター、ま、ゆるゆると行き。また来てね。撮影スポットを見つけてくれたんですね。ありがとうございます。おお、これであなたも熟練カメラマンです。あなたの撮影スポットを見極める確かな目がフォトクラブに認められたということです。これは私もうかうかしていられませんね。共に高め合っていきましょう。
ここまで仕上げだ。悪くない。
近くはほんもり森みたくなっとるんです。それらしきものはまだ見えないな。バディで行ける？見てみんことにはなんとも。歩きましょう。マコールまでそう遠ないんで。せや、マコールの近くに小さな村もあります。どうでしょう、マコールは逃げませんし、まずは村で一休みなんて。そうしよう、クラウド、どうしたの？この森、知ってるような気がする。